期待してるわ、プロデューサー。プロ、なんて甘美な響き。その他諸々を合わせて182万あればいけるかと思う。完成させるまでの課題は山積みよ。あの女は誰ですか？あの子はただのお隣さんで。今は揉めてる場合じゃないっす。ここに集まった人の目標は映画の成功。すごい説得力。とりあえず写真撮るっす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レンタル彼女から始まる恋なんて映画みたいっす。水原は俺のことなんて何とも思ってねえだろうし。好きに決まってるじゃないですか、水原さんの師匠のこと。好きなの、その彼のこと。最初は仮初めだった恋も時間が経つにつれお互いになくてはならない存在になるっす。彼ほどあなたにふさわしい人はいないわ。どうすりゃいいんだ。叶えてやれる水原の夢。水原のためなら何度でも頑張ろうって思えるっていうか。レンタル彼女に本気になるほどバカな人じゃないわ。ケツは熱いうちに打てっす。やってやる、必ず。水原。彼女をお借りします。3期またね。2023年7月より放送開始。